具体的に著名なクラシックギター奏者。スペインのマラガ出身。ギターの結出したビルツオーソとして著名。フラメンコギターの演奏も得意とする。作曲家で、ロメロギター四重相談の創設者セレドニオ・ロメロの次男である。ロメロ一家はギター界のロイヤルファミリーと呼ばれる。父親セレドニオの手ほどきでギターと音楽を学ぶ。父親以外の教師についたことはない。 わずか7歳にして父親セレドニオと共演して、最初の公開演奏の舞台を踏む。欧米各地で演奏活動を行い、フィラデルフィア還元楽団、クリーブランド還元楽団、シカゴ交響楽団、ヒューストン交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、ボストン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、ダラス交響楽団、ロサンジェルスフィルハーモニー還元楽団、ボストンポ、 フス還元楽団、香港シンフォニエッタ、ロンドン公共楽団、アカデミー室内還元楽団、モンテカルロフィルハーモニー還元楽団、イムジチ、中立室内還元楽団、フィルハーモニアふんがりか、ハンガリー国立還元楽団、スペイン国立還元楽団、スペイン国立放送還元楽団、スイスロマンド還元楽団、モスクワ室内還元楽団、ローザンヌ室内還元楽団、 アメリカシンフォニエッタ、ボーンマス交響楽団などの世界の主要なオーケストラやアンサンブルと共演を続けてきた。国際的な数多くの音楽祭にも多くの出演歴を誇る15歳で、初録音を行ってから、ソリストとして50以上のアルバムと、ロメロ四重相談の一員として30以上のアルバムを残している。リチャード・ニクソンやジミー・カーター、オランダ女王、 イギリス皇太子、ローマ教皇らの要人に午前演奏を行ってきた。レコードは数々の受賞歴を誇り、ロメロ自身はビクトリア大学から名誉博士号を授与されている。ペペロメロの演奏に触発されて、ホアキン・ロドリーゴやフェデリコ・モレーノ・トローバ、フランシスコ・デ・マディナシロレンツォ・パロモラ、そして父、セレドニオがギター作品の筆を取った。ありがとうございます。